遠く遠く離れていても僕のことがわかるように力いっぱい輝ける日をこの街で迎えたい。外苑の桜は咲き乱れ、この頃になるといつでも新幹線のホームにまた見えない花吹雪思い出す。まるで七五三の時のようにぎこちないスーツ姿も今では割と似合うんだ。ネクタイもうまく選べる。同窓会の案内状を欠席に丸つけた。元気かどうか心配ですと手紙をくれるみんなに。遠く遠く離れていても僕のことがわかるように、力いっぱい輝ける日をこの街で迎えたい。しちゃダメなことをいつでも胸に抱きしめているから、遠く遠く離れた街で元気に暮らせているんだ。大事なのは変わっていくこと、変わらずにいる。欠席に丸をつけた。慣れよりも今はみんなの顔見たい気持ちでいるけど、 Oh, 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 yeah. 遠く離れていても僕のことがわかるよ。
とうございます。さまひとみです。今回は、卒業シーズンということもあり、牧原のりゆきさんのトークトークという名曲をカバーさせていただきました。今年度ご卒業の皆様、ご卒業おめでとうございます。私も短期大学を卒業して、新しい一歩を踏み出せるようにこれからも頑張っていきたいと思います。この動画が良ければグッドボタンや、チャンネル登録などぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。バイバーイ。